はい、こんばんは、タバランチでございます。相変わらず寒いですね、今日もね、まだしばらく続きそうですが、悲しいお知らせがありまして、やっちまった。結構目立つね。私が持ってるギターで一番お高いこのヒストリーが一番こういう目に合うんですよね。前にも出したことあるんですけど、見えるかな、ここね、バッキバキに割れてるんですよ、ここが。でここにはこんなものが貼られているんですけど、ここにねストラップピンをつけようと思って、あのネジをグリグリしたんですけど、ちょっと不定かなと思ったんだけど、大丈夫やろと思って、もう一声クッてやったらバキーッってね割れたんですよ。ひびだからね、このボディとネックのこの付け根がバコッと外れなくてよかったですけど、んなことから始まってね。でこれこの間ね、あのヤエリを倒したんですよ。どこ？ヤエリを、これが倒れたんですよ。でああと思ったんだけど、そんなにどうもなかったの、まあ、若干傷ついたんだけど、サイドのねこの辺に傷ついたんだけど、まあここならいいかと思って、あよかったこんなもんでと思ってたの。したらその倒れたヤエリのヘッドがですね、ここに当たってたんですね。全然気づかなくてね、その時気づいてればまだよかったのに、1日経って、ん？何これよ汚れじゃねえ、あっ昨日のヤエリかと思った。でしばらくしまってたんですよ。あのお正月にあのファース私のファーストギターのあのモーリスを出した時に、それが出てる時にやったんですよね。でその普段モーリスをしまってるこう布袋がある、布というかなんていうか、あのヒストリー買った時についてきたあの、まあ、布といいますか、あのギター保管用のでっかい袋があるんですよね。そこにしまっときゃ治るんじゃねえかと。あのきっと俺が見たこれは幻だったんじゃないかということにならしねえかなと思ってね。なりませんよね、そりゃね。今日出してみたらやっぱり傷ついてましたね。ああ絶対そんなことはないですけど、もしこれねハードオフとかに出したらもう完全にジャンク扱いですよ。これもう叩き売られますよ、きっと。出さないけどね、これはもう弾くためのギターなんで、元には全然影響ないんで。はい、で今日このギターをまあね、見たくないにもかかわらず出してきた理由は、このギターを使う曲、このギターが使いたくなった曲をやったから。で何をやったかというと、はい、マサヤンでございます。山崎まさよしさん、はい、実は私大好きなんです。まだありますスコアが、 あと2冊ぐらいあるのかな。はい、一時ねすっごいハマってましたね。あの正義さんが出てきた時にね、もうほんとびっくりしたんですよ。あのギターのその弾き方が聞いたことなくて、忘れた。パッドママとかね昔やったんですよ、頑張って。ね、ご存知の方は分かると思いますけど、びっくりしたでしょ。スラップと言いますか、なんて言いますか、なんかそんな感じの弾き方をして、それでしかもそれを入れながら歌うっていうね、何者だこの人はと思って。ただあんまり私カバーしないんですね、正義さんの曲は。で理由はね、もう一個、あのね歌が難しすぎるんですよ。あのまず基本正義さんはキーが高いのと、あの独特のまあ歌い方といいますかね、当時はまだね、なんていうんですかね、カバーするとやっぱその人に寄せようという感じがありまして、剛さんやれば剛さんね、谷村さんやれば谷村さんのがあったんですけど、最近はもうね、もうカバーなんだからもう自分のがの歌い方で歌えばいいんじゃんっていう感じになってるんでね、っていうのもありましたし、
これが本題なんですけども、昨日ですね、私のやってるあの月ちゃんとやってる月タムというね、ユニットがあるんですけども、その月ちゃんがですね、生配信のまあくちゃべりといいますか、あの トークを始めまして、そこにご招待いただいたので、まあ、参加してね、いろいろとくちゃべっておったわけなんですけども、来ていただいた方ありがとうございました。二部構成になってましてね、それがねまあ一部なんか、まあ、いろいろありまして楽しいことがで、ちょっとまあ改めて二部ということでね、撮った時に、まあ、月玉の話になったわけなんですけど、そこで発覚したんですよね。特にね、正面切って話したことなかったんですよ。実は両方とも山崎まさよしさんが大好きで、特に月ちゃんが相方のかなりまさよしさんが好きで、言われりゃ納得したんですけど、いや俺も好きだよみたいなね、感じになりまして、そうすると月タムのね、やっぱね、曲はかなりまさよしさんの影響を意識してたわけじゃないけど、やっぱり受けるんですよね。で、まあ、松井さんに限らず、もうこれはコテコテなリフなんですけども、弾き語りする時の松井さんもよくやる、感じのね、 E マイナーからこう G に、 E マイナー G D D マイナー A D、 だから D だね、Eマイナー、違う、ん？やっぱ Eマイナーか。Eマイナー G D Bマイナー G A D、まあこんな流れがあるんですけど、これを私もよくベース音のね、移動を挟んでいくんですよ。 Em から G に行くときに F シャープを挟むんですね。ほらもうまあそれですよ、なんか音狂ってんな、気持ち悪いな。あ、半音下げたからかな、チューニングは命ですからね。これが下がってる、Em から G に行くときに F シャープを挟みつつ、で Bm から G に戻るときに A を挟むんですね。語源の解放、こういうね、進行を特によく使うんですよ、こういう系の曲の時にね。優しい月とか、この辺をね、月タムで所々に使ってるんですよ。で、なんかもう完全に似てるのなんかないんですよ。月ちゃんの歌詞の世界観とかいうのもそうだし、月ちゃんのこうソロのね、弾き語りなんかも言われてみれば正義を感じるところはあるんですよね、やっぱね。それを
別に共通2人でして共通認識を持って月田もやっていたわけじゃなく、もう月田もやってもこれで、この春になると3年目を迎えるわけなんですけども、今に至りね、あ、正義じゃんと昨日発覚したっていうそんなこんながあったんでね、今日はちょっと正義さんのカバーでもやってみるかなと思って、コインという曲を、これはもう正義さんファンではかなり人気ある曲でしょう。あのギターは比較的楽なんです。普通の何バラードというか、なんていうかテンポ普通なんでね、あんまり手癖もそんなにないし、あのいわゆるフィンガーの曲なんで、でそれやるにね、出てるギターでやってみたんですけど、やっぱちょっと音がね硬いなとか、ちょっと柔らかすぎだなみたいな感じがあって、やっぱこれかと思ってね、ひっそりかと思って出してきたら、まだ傷はついていたと、そういうことなんですよね。はい、しょうがないね。まあだからやっぱりこうあれですね、こうそれまでの今現在に至るまでのその音楽経験というか、なんかね、その聞いてきたものっていうのの影響というか、そういうものがねやっぱり大事だし、如実に出てるし、それが、共有されていたという、なんかまあこうね、月田もは、なんかしれっと始まって、そのままビューンと来てるわけですけども、これなんかこうそんなに行くところの、理由がここにもあったんだなっていうのがちょっと分かってね、非常になんか面白かったというか、ふーんっていう感じでしたけどね。はい、そんなこんなでございました。今日はですね、この後全然話変わりますけど、私は映画鑑賞をしたいと思いますので、はい、クラッシャー・ジョーを見ますいきなり何を言ってるんだこの男はって感じでしょうけど、アニメね、あのガンダムの安彦義和さんの、劇場版映画です。子供心にね、一回地上波でやったやつを見た時の感動が忘れられずに、数年前にね、ようやく DVD になったんですよ。これなんかね、世の中から忘れ去られてる名作でね、クラッシャー・ジョーというのが、ガンダムがあんまりにも有名すぎて、宇宙戦艦ヤマトとこのクラッシャー・ジョーとルパンのカリオストロの城が多分同年に公開されてるんですよ。それで当時 SF 大ブームで、この宇宙戦艦ヤマトとクラッシャー・ジョーのせいでカリオストロが散々な目になりまして、当時はそれで宮崎駿さんが映画監督を干されちゃって、アニメ作れなくなっちゃっている時で、どうしようと思った時に始めたのがアニメージュという雑誌に風の谷のナウシカを漫画を描き始めたと、それがジブリの始まりだったっていう、何がどう転ぶかわからないというか、まあ転んでもただじゃ起きない宮崎さんがすごいけど、はい、そんな、はい、一作でございます。知らない方ぜひご覧になってみてください。レンタルがあんまないんだよね。今はレンタルとかじゃないんでしょよくわかんないけど、ネットフリックスとかよくわかんないけど、あんのかしら、知らんけど、すっごいですよ。はい、今日はそのクラッシャー・ジョーを、女子たちが寝た後にお酒飲みしな見たいと思いますんで、今日はなんかいろいろやってても俺は参加しないからな今日はクラッシャー・ジョー見るからな俺は。はい、そんな予定なタムランチでございました。明日日曜日なんで、この勢いでマサヤンをもう少しやるのかどうか分かりませんが、なんかやりたいと思います。はい、それではまあ引き続き寒いんで、お風邪などひかぬよう十分気をつけながら、はい、楽しい日曜日をお過ごしくださいということで、タムランチでございました。それでは今日はこの辺で。